モンゴル型キモ炙みブ,ブリティッシュ乗馬のアブみ状は金属製、下はプラスチック製アブみはバグの一種。乗馬で用いる。アブみ側で蔵から左右一体を吊り下げ、非常時に足を乗せる。ただし完全に足を深く通すのではなく、つま先を乗せるようにして使う。現代では、ブリティッシュ乗馬では金属製、プラスチック製のものが主流。ウェスタン乗馬では革製。 古くは日本などで木製のものもあった。馬術、乗馬では倉にまたがって騎乗するため、あぶみ側を長く、あぶみを低く下ろして用いられるが、競馬では騎手がモンキー乗りをするため、あぶみ側を短く、あぶみを高く上げて用いられる。馬術でも前傾姿勢を取る障害飛び越し競技では、やや高めにあぶみを上げることも多い。あぶみは元来、 金属製の高きを表す漢字だったが、あぶみの意に借りられた。あぶみの意味では、金と銅の会形成治である。これは、古代中国では、あぶみはもっぱら馬に登る、歳の補助具だったことと発明当初のあぶみが、金属製だったことを示している。クシャーナ朝時代のあぶみあぶみが出現するまで、騎乗者は両足の大胎部で、馬の銅を締め付けて乗馬していた。姿勢は、 不安定で、馬の激しい動きに追従するのは難しかった。特に軍事目的で馬を利用する場合、不安定な姿勢で武器を使うのは極めて困難であった。このため起乗したまま戦う技能は、騎馬民族以外には長期間の鍛錬ができる、ごく一部の貴族階級が有する特殊技能であった。アブミのルーツは、精神時代の中国もしくは満州にあり、 確認できる最古のものは、おのの302年と322年に埋葬された、戦費と刀身の墳墓から出た、当馬用であり、実物として、最古のものは、北縁貴族の表層ドルの副葬品である。そのため、あぶみが発明されたのは、西暦290から300年頃とされる。5世紀には、木製のあぶみが普及し、朝鮮半島や日本でも使用されていた。 紀元前5世紀頃の古代インドで発明されたものに、繊維製や革製の蔵の前方からぶら下げた2本のロープの先を輪っか状に結び、まっすぐ前へ伸ばした足の親指を引っ掛け楽な状態を維持するものがあったが、非常時の保持を目的としたものではなく現在、使われているアブウミと直接のつながりはない。他にも、中西部アジアの遊牧民族のサルマタイ人が、肩アブミを取り付けて、 馬の背に乗る時の補助として使用した。欧州では7世紀頃になるまでアブミは確認されなかった。アブミはユーラシア大陸をペルシアからイスラーム諸国へ、そして東ローマ帝国に伝わり、それからフランク族へと広まった。アブミが登場すると馬上で踏ん張ることができるため、騎士は敵に向かって突撃をすることができるようになり、騎兵の戦闘力は飛躍的に向上した。 戦闘時になった際に素早く乗り降りできるようになったことや長距離遠征の際にも人だけでなく馬への負担も大きく減ったことも重要な点である。また幼い頃から馬に親しんだ騎馬民族の騎兵に対し農耕民族の国家の騎兵であっても対抗ができるようになった。高い軍事力を持つ騎士は社会的にも認められ騎士の発言力が増すようになった。 中国でも、あぶミの登場以前の主力武器は、槍や矛等の一つ武器だったが、馬上での安定性が増したことにより、太刀のような斬撃武器や鞭のような打撃武器が用いられるようになった。騎馬民族にとっても体が安定することで、汽車の精度が上がるなどメリットは大きかった。古墳時代に日本へ馬がもたらされ、壺あぶミと呼ばれるあぶミが出土している。平安時代に、 下長あぶみが作られ、足を単にかけるよりも、かかとを含む足裏全体で踏むあぶみとなった。ありがとうございます。